2018年の北海道日本ハムファイターズでは2018年シーズンについての北海道日本ハムファイターズの動向をまとめる。この年の北海道日本ハムファイターズは栗山秀樹監督の7年目のシーズンである。2017年は5位に低迷した。ドラフト会議では、早稲田実業高等学校の清美や幸太郎を1位で指名し、 7球団の競合の末に交渉権を獲得し、入団。セーミヤを含め7名を獲得した。オープン戦は7勝5敗3分で6位だった。開幕投手は新外国人選手のブライアン・ロドリゲスが務めたが、3回途中8失点で降板。3年連続で開幕戦を敗戦で迎えると、埼玉西部ライオンズに9年ぶりの開幕3連敗を、喫した。 4月4日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦でシーズン初勝利を挙げると、そこから4連勝で2年ぶりに貯金一となった。4月は14勝11敗で2位だった。セーパ交流戦本節では、前レギュラーシーズン終了から本シーズン開幕までの支配下選手、育成選手の登録、抹消について記述する。なお、抹消の去就は、球団職員または、 スポーツ関係、芸能関係の職業に転身した場合等、挙手が、公のものとして扱われるもののみを記載し、空欄は前述以外の一般職業に転身もしくは、挙手不明を示す。また、対談区分は自由契約、任意引退、詳細不明である場合については、記載しない。本節では、本シーズン開幕から終了までの入り対談について、記述する。 ありがとうございます。